もうあのオタキングというのもいないわけですよオタクがないわけだからそういう王様みたいなものもいないしようやっと必要がない世界になれたんですなんかねごめんなさい寂しいけど嬉しいんですよえー、っとですね まず、一番最初に僕が感じたあの違和感というやつから皆さんにお話ししようと思います、えーとね、オタクイズデッド、オタクは死んだっていうのが今日の話なんですけども、えー、と一番最初にですね、あのテレビチャンピオンの秋葉王選手権というのにね去年出たんですね出たって言っても審査員で出たんですけどもでその中でもう僕が出たのは、えー、準決勝の段階で3人が、ね、絞られている状態だったんですね。で 秋葉を選手権で3人に絞られてたらいい加減すごいやつが来ると思うじゃないですかでそれがなんかねそこら辺にいるチンピラみたいな兄ちゃんだったんですよね <laughs> チンピラって言ったら失礼かもわかんないんですけどもあのごく普通のなんかこう代々木アニメに各クラスに3人ずつぐらいいそうな人だったのであれって思ったんですよ オタクの中のオタクすごいオタクみたいな扱いを番組の中ではされてるんですねで本人は、まあ、会って話したらすごいいいやつなんですよ普通のいいやつだったんですけどもこれがオタクとしてすごいやつなのかなっていうのはすごい疑問に思ったんですでそれは自分の本の中でも書いたんですけどもその彼はあの声優さんのファンなんですねで声優のファンでもうすごいファンです彼,の彼女のことす応援したいんです応援したいんですって言うんですね。 その自分でイベントやったらどうだと。だ声優さん呼ぶこと自体はあんまりコストかかんないし例えば、どのレコード屋さんを舞台にするかとかどんなイベントを組むかによって別にあの大学生でもなんでも声優さんというのは呼ぼうと思えば呼べるわけであってそうすればイベントに並ぶんじゃなくて自分がイベントを主催できるしその方がより声優さんに近づけるんじゃないのかというとその人はもう固まっちゃったんですね。で、でえ、これががきないいののかっていうのが1つ。 であと、そのその決勝に上がる前の,その審査のところでみんなが持っているお宝を出してくださいっいうやつお宝がな,なんだかんだ言ってもですねなんかこう買ったものばっかりだったんですね売ってるもので買ったものをお宝だって言って出してきてこれが自分が声優さんが好きだとかオタクだっていうものの一番のシンボルだっていうふうに出してきてそれもなんか僕、すごいショック受けたんですね。結局僕そのののの準決勝で番番人人こがいいなっって思ったのは ななんんか少なくともあの同人人誌作っってる人だったんですね何かが自分が好きで,でこの人のファンだっていうことを周りに知らせようとしてるところが気に入ったんですねでその他の人は自分がそれを好きだって思ってもそれをなんか自分の中に溜め込んでることしかできなくて外に発散することをしないんであ,あ君がいることによってその声優さんの何とかさんの人は全く得しないよとそれは商品が売れるかも分かんないんだけども君がいるおかげでもっとファンが増えたりするって いうここととががなないいじゃんみたいなことでそれがね1点目だったんですね2点目は去年の年末もう今あの終わっちゃったんですけども「真剣10代しゃべり場」っていう番組があってですねでそこで草薙くんっていうですね18歳の男の子がアニメの専門学校行って声優になりたいって言ってるんですけども「俺はオタクで美少女アニメが好きなんだみんなそんな俺を認めてくれ」っていうのが来たんですねでそれをですね言ったは言ったんですけどもなんかね話聞いてても。 やっぱ他の10代の人とすら彼が話が合わないんですね。でてっきり僕はそのアニメファンでみんなが偏見で見ているからそんな目で見るのはやめてくれみたいな話なのかなと思って彼の話をよく聞いてみるとそうじゃなくてその人は別に周りに自分がアニメ見てるっていう,ふうなことを言ってないんですね。そううなんだけども自分が隠してるとで隠ししてててるるととっっのはきっと言えば みんなに変な目で見られたりいじられたりするに決まってるから言えないんだとこういう世の中が悪いもっとアニメを見るっていうふうなことが当たり前でもいいじゃないかアニメを見るっていうふうなことで人を差別しないでほしいみたいなことを言い出してで周りのみんなももうあの真剣10代しゃべり場って大体です、ね、2, 倍2倍ぐらいの時間回してるんですねだから相当カットされてるんですけども 基本的に他の人がみんなええー、って思ったのはだってお前アニメ見るってみんなに言わなかったから俺たち差別しようがないよとで今日初めて行って差別しないでほしいって言われても俺たちも困るみたいな話になってですねほらそうだろうとあなんかこれは彼が口下手なのか周りのリアクションがまあ落ち着きすぎてるのかどっちかわかんないんだけどもあれなんかオタクって最近変なことになっちゃってるな この,あの2点ぐらいから僕はじわじわと思い出したんですね、それまではなんかこう、いや、お宅ももう終わりだよとか、いうの僕も言ってたことはあったんですけど、それはなんだかんだ言って、最近のお宅と言ってる若者は俺にはわかんないねとか、秋場で萌え萌え言ってるやつは俺には関係ねえよみたいなまああのたわごとでありましてですね <laughs>、えーま、頭の中に構造的に、あれ、お宅ってもう終わりってるんじゃないのみたいな危機感までは持ってなかったんですね。 そののなんか2つの事件ですねテレビチャンピオンで出てきたあのなんだかんだ言ってテレビ番組用に一応演出されたとはいえテレビ局が認めるですね一番濃いやつっていうのがそんなに濃くないぞっていうこととあと2つ目、えー、俺はアニメを見てるでそれは隠してる。 なんで隠すかっていうとお前らがどうせ何か言うからだ俺が隠さないで済む世の中を作れーっていうですね面白いけど <laughs> このお前はキャラとしては面白いけど主張を NHK の教育テレビの11時半に言うかみたいなですねなんかこうあれって思い出したんですあの今もちょっと僕言ったんですけども僕ね萌えってあんまわ分かんないんですよね。あんまりっっってて言ったのは何かっていうと 実ははは全然分分かかんんなないいいことはない多分皆さんぐらいは分かってるただ物事を評論したりする時っていうのはかなり分かってないとまずいんですよあ,のあんまり分かってないと思っていただいて結構ですでその分かってる分かってないがなぜ問題なのか僕もよく分かんないんですよよく言われるのがですね例えば僕はあのあ「萌え」っていうのが分かんないですよって言うとそういうのを揚げ足取るみたいな形でネットで書く人とかいるんですねで岡田はなんか萌えが分からないと。 あいつは本当のオタクじゃないとかっていうふうに書かれるわけですね、それは全然構わないんですけども、も僕、やっぱここでもその論法に不思議さを感じちゃうんですね、例えばミリタリーファンの人たちがいますよね、でミリタリーファンの人が TGL1 のこととかよく分かんないですって言ったときに岡田は TGL1 も分かんないからオタクじゃないとは絶対言わないんですね、でなんでかっていうと、そのミリタリーの人たちには常識があるからですね。つまり俺たちはミリタリターファンであって でそのミリタリーの世界の中では例えばあのタイガー戦車とかドイツ軍の8 8ミリ砲のことが分かんなかったらお前なんだって話になるけどもあ,のあんたはその世界じゃないんだろうで同じオタクの住人でもあんたはジャンル違いだからタイガー戦車のこと分かんなくて当たり前だよなっていう常識が働くんですねところがその燃えが分かんないっていうことをやったらえお前はオタクなのに燃えが分かんないのはなんでだって話になっちゃうこれおかしいですよねなんでかっていうとその なんだろうオタクという僕は大陸って呼んでるんですけどオタクという大陸みたいなところがあったらそこには漫画ファンもいればアニメファンもいればゲームファンもいればなんだろう今言ったようなミリタリーファンもいればモデルガン好きな人もいれば鉄道が好きな人もいるとじゃあそれぞれの人たちがなあの1つのジャンルが分からなかったからといって他の人がお前はオタクじゃないってことはないんですねお前はミリタリーファンじゃないだったら分かるんですよお前は鉄道ファンじゃないなって言われるんだったら分かるんですけども お前はオタクじゃないって言われたらえいつの間にあの萌えという人たちはオタクの中心にいることになったのっていうのがすごいこう違和感があってこの違和感がそのままずっと今もなんか続いている状態なんですね。バベルの塔というのがあったとそれまでは言葉が一つだったとバベルの塔を作ったら神様が怒って雷をブドーンと落としたらバベルの塔は崩れてみんなお互いに言葉が通じなくなってしまったとそれで人々はバラバラになって人の心というのはここから離れだしたみたいなもんでですね なんか、この間まで誤解かもしれないけども、僕たちオタクということが言えたし僕たちオタクという共通概念がなんとなくあったそれは俺はミリタリーだからオタクじゃねえよとか俺はなんか鉄道だから違うよとか俺はプラモデル好きなだけだからじゃなくてプラモデル好きでもでもアニメとかゲームとかやってるやつと同じような。 いわゆる世間ですねさっき僕が言った世間とは違うっていう意味でのオタクっていうなんとなくの共同共通してる文化みたいなものがなくなっちゃったあのバベルの塔に例えるとそこでみんなが共通の言葉を失ってお互いが言ってることがとうとう分かんなくなっちゃっただから多分皆さんももうそろそろ分からなくなってきてると思います自分が好きなジャンル以外のジャンルの人たちの面白い話っていうのが じじじじわじわじわ,じわわからなくなくってきたと思うんですよでそれを意識し始めてるからこそ「そのオタクは死んだ」っていうイベントがあった時に何言ってんだっていうのとそれはあるかもしれないなっていうだか心の中にピクンとくるものがあるかつては自分漫画好きでアニメのことよく分かんなかったけどアニメのやつらとは仲間だよと思ってたのがアニメのやつの盛り上がりを見てるとどうも仲間と思えない。 ゲームのやつらの盛り上がりを見てるとどうもなんか自分ネットやってるんだけどゲームやってるやつとは感性が違うというそういうなんか俺たちは同じだっていう感覚より俺たちとあいつらとは違うっていう差の方がどん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 気になりだしてるそれが現状だと思うんですねこれこそがそのオタクが終わりつつあるもう終わってしまったのかも分かんないですけどオタクっていう共通文化が終わってる。 あの証拠だと思いますこういう話をするときに今まで、ね、ずっと僕ね頼まれても絶対やらなかったのがオタクの定義なんですねやるしかないですよこういう話をする以上オタクの定義っていうのはやるしかないんですけどでも、えー、僕の定義なんです、えー、僕はオタクをこうだと思ってるという定義でこれを当てはめ出すと日本に何人オタクがいるのか <laughs> よく分かんないんですけども世間で言われるオタクっていうのは何かっていうと空き場にいる人なんですね えー、でも、あそこには買い物に行ってる人がいるだけで、ですね確かに空き場にいるやつを100人捕まえたら、70人ぐらいオタクだと思うんですけども、オタクを100人集めても、多分半分も空き場に行ってない、地理的条件もありますし、行ってないと思うんですね、だから空き場に行く人っていうのは、あくまであそこが買い物に便利な街だということであって、空き場がタクの街かっていうと、なんかちょっと僕は疑問権持っている。 だから世間でよく言われる秋葉に行ってる人とか池袋に行ってる人っていうのは何だろう必要条件かも分かんないけどなんか十分条件じゃないなまだこれ言うやつがいるんですよ恐ろしいことにえ暗い人とかですね社会性がない人言われますよ俺ですら言われるんですよそうそういや俺別に自分が明るいとか社会性があるとはあんまり思わないですあの明るいんじゃなくて 人前に出るときはテンション上げるようにしてるだけだし社交性があるんではなくて東日本で一番口がうまいだけですよ社交性とかはどっちらかと,いうと本当はないんですけども何だろうねいまだにあのお宅は暗くて社交性がないという人はいますいっぱいいますそれを僕らに聞いてくる人もいるので もうあの昔は僕は「そんなことないですオタクはなんか明るいです」とか「オタクには社交性があります」って言ってたんですけども最近疲れてきましたのでですね「<laughs> そうですね <laughs> あんたと同じ程度には暗いかもしれないですね」<laughs> とか言うにとどめてますね「<laughs> 面と向かって人にそんなことを言うやつ程度には社会性はないですね」みたいなもんですか でもこれはとんちみたいなもんでですね行ったからといって俺の心がスッとするだけでですねオタクの私たちには何の利益もないことなんですけどあとですねあの最近、ここのとこ1年ぐらいの定義がおそらく電車男からこっちの定義ですねえ萌えという人がオタクだというやつなんですけどもここに来てる人って多分あのオタクだと思うんですよ。こののイベントにに雨降ってんのに来るやつは まあ、オタクですね、日常会話でしょっちゅう萌えって使う人、ちょっと手を挙げてもらいますじゃあ、言い換えます、日常会話でたまーに、日常会話じゃない、タク同士の会話でたまーに萌えっていう言葉を使う人、ちょっと手を挙げてもらいますあ,ありがとうございますあの、皆さんに恥をかかせるつもりなんです、そうなんですよ、実はね、割と少ないんです、つまり僕たちは萌えって思うかもわかんないけど、別に言わないんですね。 燃えっていう概念には同意はしてるんです僕たち何かに燃えるという感覚が分かるで何か見た時に「おっいい」この「いい」っていう言葉をきっと「燃え」って言うんだろうオタク業界では「燃え」って言うらしいからな俺もオタクだからなこれ燃えだろうなっていうふうになんかあるじゃないですかああこれが恋なのかとかですね <laughs> 卒業式で感動して「これが青春なのか」みたいなもんでこれが燃えなのか。 メディア上で先に出された感覚を追体験してこれかって思うような感じで燃えって思うことは僕らはあるんですけども実は僕ら日常生活であんまり燃えとかって思わないとなると何がオタクなんだろうこ,とこういうことをやるってのはしょうがないと思うんですね面倒くさいんですけどもハテナとですねウィキペディアから引っ張ってきました読むだけで多分イベントになるぐらい面白いんですけど <laughs> いいです は,てなはこうですねオタク、中森明夫の造語当時はひらがなオタクと表記現在、は主に20代以降のアニメ、漫画、ゲーム、アイドルなど愛好する人たちのことを指すっていうですね何かこう普通の人が読んだらふんふんですけど僕たちが読むと心臓に氷の刃を突き刺されたような<ー>。<laughs> 解剖図鑑見てたら鳥とか豚とかの後に人って出てきたみたいなこうドキッとする感覚がありますよね特定の趣味分野に生活の時間や所得の多くをかける人たちのこと一般層が使用する一見矛盾したアウトドアオタク的表現はここから生まれるもともとロリコン漫画誌から発せられた造語のため本来は性的表現も含むコアな漫画アニメマニア特に男性をす指す別称ファッションに関心がない実質にこもりがちな暗い人物への別称として使用されることもあった というですね、まあこれがあの世間一般で思われていることとほぼあの大差ないと思いますでこのあとですねハテナの定義にはですねネクラとかです、ね、連続幼女殺害事件とかいろいろ出てるんですけども <laughs> ところが宮崎事件で。 その被害者の趣味性の異常さからキーワードを探していたマスメディアがこの言葉に飛びつき、瞬、ま、く間に流行語となる。以降その言葉に対するマニアへの迫害を恐れた中森と大塚との歴史的な和解もあり、ネガティブイメージを払拭するためにオタク趣味を自らアピールする芸能文化人も現れ、徐々に差別的横から主にインドア思考な趣味に精通する自分をアピールするキーワードに変化していった。 もともと SF マニアで同時に宇宙戦艦ヤマトなどのアニメにも見せられていた岡田敏夫はアニメを認めない古参の SF マニアからアニメを擁護する立場にあったこのような世代間の対立は機動戦士ガンダム放映時にピークを迎えた岡田がオタクこそは最強だと主張し続けるのはそのような背景があっ,たのかあったからなのかもしれない上記の事件がきっかけで色々な論客批評家精神科医芸能人などがアニメやオタクそのものについて言及しだすようになり新世紀エヴァンゲリオンのブレイクもそうした動きに拍車をかけたその後自らオタクを宣言する 人がいくえー、と以降増えてきたのだがそれが過去にオタクであるがために審査をなめてきた世代にとっては自重的であるのかもしれない以前にはオタクとは何かという論争は打ち合う系つまり岡田の一人勝ちだったここ最近になってそういう問いに明確に答える必要性が出てきたのかもしれないだからか辞書で最後に「かもしれない」とか言いかけない <laughs> こんな辞書知らねえやとか <laughs> <laughs>、えー、一応ですねあのオタクを定義する前にあの世代をもう一回定義しちゃいますえー、っと 僕が考えるオタクこれ以降僕が使う言葉はこういうふうになっています第一世代とか第二世代とかよく言うんですけども第一世代っていうのはですね、まあ、年に中森昭雄が命名した世代ですねつまり1980年あたりにオタク活動をやってたりお互いをオタクって呼んでたりアニメや漫画呼んでてなんかこう周りからええって思われたような奴らのことでありまして現在は40代ですね。スターーウォーズや70年代の え中盤にあった SF 小説の出版ブームなどで、えー、この世界に足を突っ込んだというかこの大陸に移民した人たちですね、はい、なんかガンダムみたいでかっこいいですねでこのあと地球との抗争になるわけですよね <laughs> まあいいやそれが第1世代ですねだから現在の40代ぐらいですね えー、1980年代前半にもうあのオタク活動をやっていて人からは「ああ」とかって言われてその頃の写真を見ると俺なんて髪の毛肩までありますからですねかなり恥ずかしいですねでそれ以前の世代ですね、えー、つまり、えー、今の50代以上の人たちは、えー、僕はもうあの第一世代とは呼べないのでオタク現人と呼んでますね類人園みたいなもんですか 人類以前現役の SF 作家の方や SF 界やアニメ界のかなり長老クラスの人たちがここに入るような人たちですねこの人たちはあんまりオタク的なな特徴は持ってないです例えばあのファッションに関してはまあみんなでたらめですけどそのでたらめは今の50代みんなでたらめですから世代的にあの全員そうだというだけであって。 えー、オタク原人はあんまオタクとしての特徴を備えてないですね第一世代っていうのはおそらく子供の頃からテレビが家にあったというのが、えー、鍵ではないかと僕は思ってるんですけども、えー、宮崎事件や、えー、拓八郎が原因で差別された思いがある人たちですね80年代後半からオウム・サリン事件95年までが青春期だった人気の毒ですねでエヴァで救われたと いうような人たちが第二世代です、えー、だから子どもの頃に何か漫画とかが好きで何か幸せなはずだったのが連続幼女殺害事件で親に「あんたもそうじゃないの?」と思われたりですね拓八郎が出ていた時にあれと一緒にされてはかなわんと思った人たちですね僕らの世代はそんなこと思ったんですよタク拓八郎が出てきた時にあれと一緒にされてはかなわんどころか「あああんなの出きたんか面白い面白い」止まりでしたからで第三世代っていうのがですね現代の二十代前半なんです。 この20代前半というのはあの僕が今、大学で教えている学生たちなんですけども彼ら話した、彼らと話した時の特徴はですね、メディアがもう、えー、混在している例えばある作品を見たときにそれをゲームでやったか漫画で読んだかアニメで見たか思い出せないんですねそれぐらいなんかこうそ,それぞれの3つが混在しているし古い作品とか新しい作品というのがもうごっちゃになっているような世代です。で 子どもの頃からエヴァとかセーラームーンとかウテナが全く同列に心の中にあったような世代ですでそんなにあの何だろうなエヴァショックというのがないものすごくセンスがいいアニメだけども三十代の今の30代の人たちが受けたような衝撃は受けてないですねどっちかっていうとその後のウテナとかセーラームーンの方がなんかどちらかというと心に残っているような世代の人たちですね20代前半これがですね僕があのなんだろう 定義する世代なんですでなんでこういうのは定義するのかというとこの辺りぐらいしかも分けようがないんですねこれ以上細かく分けても分類のための分類になっちゃうでこれから話すおクの諸問題っていうのはこれらの世代第一世代と第二世代とそれ以降の第三世代っていうのがなんかこう同じ場所にいることでなんとなく話が合わなくなってきているそれは世代ごとに話が合わないんじゃなくてなんと恐ろしいことにです、ね、ジャンルごとにもちょっと徐々に話が合わなくなっている。 それをなんか説明するためですので一応こういう世代40代30代20代と考えてほぼ大丈夫です、はい、例えばアニメアニメっていうのはその戦闘美少女の研究を読んだら世の中には美少女アニメしかないようなことが書いてるんですよ、えー、美少女アニメのファンがオタクであるって書いてるんですけどもそんなことはないです「バーバパパどうなんですか?」「おじゃる丸どうなんですか?」「バーバパパだっておじゃる丸だってアニメですよ」 でそれを好きなオタクだっているんですコミケに行ったらそんな同人誌がまだ山ほど売ってんですよそういうものを同じく扱うのが僕たちオタクだったはずがなんかいつの間にかああいうふうに評論で論じられる時には萌え系という部分だけを中心に置かれてるからなんとなく僕らはあれ、でも俺はそうじゃないぞとうう思うようになっちゃったでフィギュアだってそうです確かに、ね、美少女のフィギュアしか集めないやつもいれば。 美少女と怪獣ばっかり集めるやつもいるんですよモーニング娘。のお宅のことを「モーオタ」って言いますよねで「美少女ゲームのお宅の萌えっていう言葉と「モーモスのお宅の萌えっていう言葉は果たして同じ「萌えなのかどうか分かんないんですね多分違うような気がするけども多分その僕らがなんか女の子とかフィギュアとかを見た時の出てくる言葉が今「萌えしかないから 共通でオタクだと思ってるんですけども、まあ、モーターの人たちと美少女アニメが好きな人たちゲームが好きな人たちとの萌えっていうのは多分微妙に違うそれらをなんか一緒にして語っちゃってるところが現在のオタク論の限界だと思いますなんでですねそういうです、ね、バラバラの私たちですねモーニング娘。のオタクもいればさっき言った美少女フィギュアのオタクもいれば鉄道もいれば、うん、漫画もいればボーイズラブの人も。 たまにはいるでしょさすがにボイスラブは俺の範囲外ですから僕の中では特別扱いであ時々あ君も入ってきていいよぐらいの扱いなんですけどそういうですね多様性のある私たちのことをなんでいつの間に一括りにオタクというようになったのか私たちはいつから自分のことをオタクだと自称するようになったのか、えー、それ考えてみたんですけどももともとですね、まあ、オタクっていうのはひらがなのオタクでした。 ひらがなのオタクっていうのはオタク族という言葉で言われて差別用語だったんですね僕らは自分たちで自分たちのことをオタクって言ったことは一度もないですね、えー、言い始めたことはないって言うべきかな、えー、言い始めたことなくてですねそうじゃなくて世間からお前たちはオタクなんだろうっていうところから全てが始まったんですねつまり僕たちはんだろう自分からこうですって言うんじゃなくて世間からさっき言った年末といえばクリスマスと思ってる人たちから なんかこう、お前らはこうだと言われた瞬間から発生した民族なんですね。あいいつらお互いにオタて呼び合うんだぜという後ろ指から始まったあいつら社会性がないんだぜ暗いんだぜモテないんでっていう。 レッテルから始まった民族であってですね何がすごいかってアニメなんか全然好きじゃなくてもあいつ暗いんだって社会性がないんだってことからあいつはオタクだと言われる始末でですねそんな人たちはなんか,もかわいそうだったですよね、僕らみたいにある程度自分の中に原因があるというか、いや、確かにな、俺こんなの好きだからオタクって言われるなっていう思い当たる筋があればまだ浮かばれるんですけども世の中にはただ単に暗いとかただ単にモテないからなんかオタクだと言われるですねなんかそういうな人たちもいっぱいいるんですね。 でそういうです、ね、その差別語から始まったグルーピングなんですねで昔はそのオタクという言葉がない時代はです、ねえー、いろんな種族がいただけなんですね SF ファンとかアニメファンとか漫画ファンっていう個別の作品とか個別のジャンルのファンがいるだけなんですでそれを外側からひとまとめにしてああいうやつらをオタクと言うんだって言われてから僕らの,その、えー、民族が 発生したんですね。だ正確に言うと民族じゃなくて僕たちはもともとは変なやつらっていう収容所があってなんかこう暗いぞとか社会性がないぞとかアニメ好きだぞとかゲーム好きだぞとかボーイズラブ好きだぞっていうのでポン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 入れられた。で そこにお宅っていう看板がついてたからいつの間にか僕らは今の多分20代のお宅の人たちっていうのは俺アニメ好きだわああそこに強制収容所から入んなきゃって言ってですね <laughs> 入っちゃった自分たちででその中で楽園作ろうとしたり俺が王様だって言ったりですねとてつもなく滑稽なことをずっと今までやってたわけですねなんだろうアニメやモデルガンやギャルゲーとかアイドルとか漫画とかが好きなまあバラバラな私たちはですね普通の趣味と違う例えば ツーリングとかですね、もちろん僕らの中にツーリング好きな人もいるんですけども普通の趣味しか持ってない人たちから見たらひとまとめにしてオタクという強制収容所に入れられたその結果何がすごいかって暗い人とか人と,話人と話をするとか不得意な人も同じ強制収容所に入れられてその人たちは仕方なくアニメとか漫画を見て俺もこれ好きかもしれないとか思った人はもう結構いるんですね、はい 強制収容所の看板にあったでっかいひらがなのオタクっていうのをある日僕らは書き換えたわけですねカタカナのオタクにオタクって書き換えたわけですねこれ何かっていうとですねまああのおぎやは,ぎなんですはい私オタクですけど何か問題でもっていうこういうですね戦闘的な姿勢を持ってるのがカタカナのオタクなんですねつまりお前らが知らないことわかんないこと見逃してる面白いこと俺たちいっぱい知ってるよとでも お前たち教えてやってもいいけどわかんないだろうだってお前たちはなんかワールドカップとかクリスマスとかで忙しいんだろうとか <laughs> 俺たちはお前らがなんか言ってるなんかガキっぽいアニメとか漫画ばっかり見てるんだけど実はそれが面白いんだよねっていう戦闘的姿勢を持ってるのがカタカナのオタクですね何か問題でもっていうふうに言っちゃうそういう差別されたことからなんか、まあ、開き直ってですねお前らにできることは俺たちをオタクと呼んで差別することしかできないだろうと。 なん,かこうなんでそんな風に俺たちがアニメ好きだとかゲーム好きだとか漫画好きだっていうのを差別するのかっていうと実はお前ら自身は自分が好きなものがねえ,だねえんだよなと自分の好きなものがねえから世間で流行ってるものばっかりやってんだよなで俺たち羨ましいから差別してるんだろうなみたいなですね反論といいましょうかですねちょっとなんかひがみ根性入りながらも反抗心をようやっと持てるようになったんですね僕らは。芸能レポータータがでですすねねコミケに来てです、ね えー、ここには20万人の宮崎容疑者がいますといったですねとんでもない時代があったんですけどもそれをなんとかできないのかなとなんとかするためには2つ方法がある1つは魅力そのものを伝えてオタクっていうのは実は面白くてこうだっていう人方法もう1つはお前らは知らないだろうけど海外では俺たちちょっとしたもんだぜっていうこの2面作戦でオタクって実は大したことあるよという底上げ作戦を展開したんですね。 でそれはその後、と海外でのオタク評価が本当に上がってきたりです、ね「エヴァンゲリオン」が大ヒットしたりです、ね、ものすごい後押しがあったんですね。時代の後押しがあったおかげでなんだかんだ言ってもオタクは80年代の暗黒の時代から90年代の後半になるにつれてかなり楽な状況になってきただから僕たちはなんかこうオタクと言えるようになったんですね自分もロフトプラスワンでオタクのイベントだと言って人が来るようになったのはそれのおかげなんですよ。 それまではオタクのイベントだというと何よりもオタクが来れなかったんですね、オタクと思われたら困るっていう,ふうに思ってた、それがなんかあの90年代半ばぐらいのオタク状況、本当につい10年ぐらい前なんですけども、もう皆さんもそれ経験したはずなんですけど、も、多分忘れてると思います、自分がどんなにオタクと言われたり思われたりするのが嫌だったか。でそれれをいいつの間にか自分が受け入れていて、 でそれに関してあんまり違和感がなくなってきたのはなんでかっていうと世の中が急激にそのオタクを認めるようになった一つはお前らがやってることって案外面白いんだなっていうのがようやっと評価されてきたそれは「エヴァンゲリオン」とかいろんな作品のヒットのおかげですねあとはもう一つえ海外でなんだろうあの一流の監督とかがみんなオタクだと自分のことを言ったりえよその国では「セーラームーン」とかそういうのコスプレしてるやつががんがん出てきて 僕らのヘンテコさがななんとなく相対化されたんですね。僕らが相変わらずへんてこなのは当たり前なんですけども海外にもへんてこなやつがいるからなんだこれって日本の中の変なやつじゃなくて世界で言えば普遍的なやつなんだってあいつら面白かもわかんないなみたいな目線で見てもらえるようになったのが僕らがちょっとだけ行きやすくなった理由ですね。 この10年ぐらいのなんとなく僕らがやりやすくなった理由生きていきやすくなった理由はその辺だと思いますで僕はその中であのオタク学入門を書いた時に強烈になんか一つのオタク像というのを実は心の中で持ってましたえ本の中ではこういう能力を持つ人間だとか書いてあ,あるんですけどもどちらかというと僕は島本和彦的な人間でしてですね信念とかを壁に書くのが大好きなんですねで信念を 壁に書いても人に伝わらないからあんま本を書くときには理屈だって書いてるんですけどもまあ精神論の方がどっちかというと好きなんですよ僕によるオタクの定義っていうのは漫画やアニメやゲームが好きなことというのはただ単に表面層に過ぎないんですねだからミリタリーが好きとかモデルガンが好きっていうのを僕は全部オタクだと思った理由はなんで仲間かと思ったかっていうとそれら何が好きかはただ単に表面の第一層にすぎないと。 その底の層に全員に通定している共通している何かがあるとそれは何かというと自分が好きなものは自分で決めるという強烈なです、ね、意思力と知性の表れだというふうに考えていますこれは僕のいまだに使っている僕がオタクという時は絶対この意味で使ってますねだ普通の人は何が好きかというのをテレビで教えてもらったり人から与えられたりするんですねで世間から教え,教えてもらったり押し付けられたりする なんかまるであの女の子が新学期になったらどのグループに入ろうか一緒にトイレに行こうかって悩んだりするかのようになんかどうや何を好きになれば世間から外れないだろうっていうふうにみんな何となく行動している中でオタクというのは違って自分の好きなものは自分で決めるその結果世間が分かんないのは当たり前であるとだから仲間外れにされるとで仲間外れにされてもあんまり気にしないと何でかっていうと 世間はバカばっかかりだと心の底から信じてるそれが僕が考えるオタクなんですね、えー、世間はバカばっかりだから殺してもいいとは考えないんですよ世間はバカばっかりだけど俺には関係ないとだってバカばっかりだからテレビでやってるものを好きになったりするんでしょ俺悪いけどもみんながこれを好きになれって言ってるものはどうでもいいです俺は子供の頃から見てるバーバーパパの方がいいですっていう言えるだけの本当に僕マジでそう考えてるんですよ 考えてますつまりですね、僕が望み宣言したものはですね、実は強いオタクであっておまけにオタクであることによって普通を超えるというですね、超人思想でもあるわけですね <laughs> そんなめっちゃくちゃなことを考えてたんですいまだにそれは思ってます。 だから僕はあの一番最初に言った「えオお宅にもバカいるんだ」っていうのはですねお宅であるからにはそれはまあなんか頭ぐらいいいでしょとかですねお宅であるからにはそれは仕事ぐらいできるでしょと思ってたのにえ君たちはなん,かなんかバカなのにお宅なのか世の中変わったなとかですねどうやってそんなものが好きな自分っていうのを自分の中で折り合いつけてんのって思っちゃうんですねなんでかっていうとギャルゲーが好きな自分っていうのはものすごい強い精神力がないと世間の目に 潰されちゃうはずなんです。それ俺は好きだから構わないっていう強い精神力があるんだったらそんなバカになるはずないのにどうなってんのその辺で僕はなんか分かんなくなってきちゃったんですね。僕のオタク論の限界はその辺りであって何でかというともう一度言いますけど僕の定義するオタクは強いオタクだからですね。すごいオタク。 人間よりなんかこう類人猿人間オタクっていう順番でですね <laughs> 極端な言い方をすればあるぐらいだからだからそのよく「オタクをやめればモテるよ」って言われると僕とんでもないと早いこと女の子がもっと賢くなれば僕たちオタクは賢くあのよく見えるんだけども女バカだからなとかこういうのがこうのモテなくても僕が全く平気な理由ですねこういうふうにあの本を出したり言ったからとあとブームが後押ししたから徐々に徐々に 私、オタクなんですよとか実は僕、タクなんですっていうことを言い始める人が10年ぐらい前からどーっと溢れてきました結果として10年ぐらい前ですね1995年あたり45年あたりぐらいから僕らはなんかすごく生きていくのが楽になりましたちょうど僕、1993年から東京大学でオタク学のゼミっていうのをやったんですけどもその時のマスコミの論調もかなり好意的でしたね。つまりこれかからオタクなんだとか あのね、特に、ね、経済が、ね、行き詰まってたからだと思うんですけどもあの日本人がやることはなんもかもダメな感じバブルがはじけてと思ってたところにオタクだったらいけるかもしれないとか日本にはまだオタクがあるってです、ね、まだ我々には大和があるみたいなんです,、ね、<laughs> すいませんね出してくる例がこれで。 俺、本当にね今ね、ね大阪芸大でね18 8とか19のやつとね会話するのが難しいんですよ、例えば「ドラゴンボール」で言うとってた先生、見てませんって言われた時の俺のショックを大阪芸大のキャラクター造形学部で学生の半分は漫画家、残りはゲーム作家になりたいやつが「ドラゴンボール」見てないんですよ、男ですよ。 先生が例に使ったバトル漫画がよくわかりませんでしたってレポート見た時も <laughs> ついついオタクですからオタクを例に話しちゃうんですけどもだからそのちょうど経済が低迷して日本全体が目標をなくした時期だからこそ海外でオタク評価されているという素材を僕たちはもうすごく活用したわけですねだから、東大でオタク学講座開いた時でもマスコミはすごい好意的でしたし今、オタクだと言っててもそんなに。 その,90年代の頭80年代の末から90年代の頭あたりみたいに親に性犯罪者の予備軍だというふうにですね親に誤解されるようなことはまあ,あんまりなくなってきた今、多分皆さんの親がもし同居しているとしたらちょっと困った息子ぐらいに考えていると思うんですねまあちょっと困ったぐらいになってよかったなと思うんですけどもこれはあの僕、前から言っているんですけど SF が死んだことがあるからオタク死んでも平気だよって言っているんですね。何かというと SF というブームがあってそれは1回死んじゃったんですよね SF ファンというのが1回死んじゃったそれを見たことがあるから僕はそのあオタクはもう死んだんだなと思っても割と平気なんですね SF ファンという人種がかつていました SF 大陸という大陸がかつてありましたというところから話を始めますねみんな SF 大陸に住んでた時代があったんですよいろんな小説の SF ファンとか海外、 えー、アメリカ SF とかイギリス SF とかソ連 SF とかソ連以外の東共産圏 SF とかですねあと SF 映画とか SF 漫画とかですねあとなんだろう SF 絵本みたいなものも SF 模型プラモデルみたいなものいろいろあっていろんな SF ファンがいて相互にそのお互いやってることはよくわかんないんだけども同じ SF 大陸に住んでるから仲良くやろうじゃないかと言って年に1回集まって大会まで開いてるなんか 世界中でそういう大会開いいててるんでですすね日本でもまだにやってますそういう SF ファンっていうのは生きてた時代があったんですねでも1970年代の半ばにですね「スター・ウォーズ」と「ガンダム」があったんですよその「スター・ウォーズ」と「ガンダム」のおかげで日本の SF ファン人口は急増したつまり自分を SF ファンだと思ってる人がすごい増えてきたもしくは SF って面白そうだな SF ファンになろうと思った人がものすごく急に増えてでその結果ですね 共通文化、共通概念、共通価値観が維持できなくなったそれまではなんとなくあった読まないとダメだめだみたいな共通概念があったんですね。SF ファン同士の間でも俺は海外 SF が好きだ海外 SF 命と言いながらも一応、日本人作家の SF も全部読んでいったもしくはいや俺はなんかソ連の SF しか認めないぜって言いながらも実はアメリカの SF もイギリスの SF も日本の SF も読んでいるだめだと言いながらもでも全部押さえとかなきゃだめだよなという。 それが SF ファンとして正しい SF ファンとしてふさわしいよなというです、ね、その自意識というかプライドもしくはえ義務感みたいなものがあって守っていたルール暗黙のルールみたいなものがあったんですけどもそれが「スター・ウォーズ」が好きだから SF ファンだガンダム好きだから SF ファンだアニメ好きだから SF ファンだということで急激に SF 界にいろんな人が来た SF 界はそれまですごく人口が少なかったもんだから もうう一生懸命 SF を普及させようとしてたんですねだから新しい人が来た時に「あスター・ウォーズ見た!」「SF 好きになったよかった!」じゃあ次はこれ読んでくれいや僕たち読みませんよそれより「スター・ウォーズ」の新しいやつを見せてくださいとか「ですねスター・ウォーズ」の裏話聞かせてくださいというばっかりで彼らは SF に関して SF という共通文化とかっていうものを全く重んじようとしなかったんですねその結果 SF 文化というのは廃れてしまった SF 文化というのは何かというと やっぱり読まなきゃだめなんだとかですね、いろんなジャンルの SF に一通り目を通そうとだからどんなくだらなく見えても SF アニメが始まったら第1話ぐらいはチェックしとこうっていうふうにあの小説を読む人でも考えていたそういうなんかこう勉強熱心で、えー、真面目な SF 文化というものがすごい勢いで音を立てて崩れていった。その結果、 SF というものは死んんじゃったんですね。俺、SF ファンだからという時に感じた義務感みたいなもの SF ファンだから頑張らなきゃいけないんだ全部読まなきゃいけないんだでいろんなこと語れなきゃいけないんだ勉強しなきゃいけないんだというような義務感みたいなものが全くなくなってしまっている特別の存在ではなくなってしまっているそれが SF が死んだというようなことなんですで今も SF 大会に参加する人はいることはいるんですけどもなんか徐々に徐々に高齢化しているんですね日本でも世界でも。 SF の大会に来る人はこんなに SF 映像がいっぱい増えてハリウッド映画の半分ぐらいが SF 作品なのに逆に SF 大会に参加して俺は SF ファンだという人はどんどん少なくなって高齢化を迎えているこれがその SF が迎えた死というやつですね SF が死んじゃったということこれと同じようなことがオタク界に起こっていると思うんですね SF が滅びた最大の原因は映像 SF なんですね 原因っていっても悪者という意味ではないんですよ、本当に原因なんです、分かりやすい SF という,うなものが大量に入ってきた、それまで SF というのは何かというと1冊読んでもだめ100冊読んでもだめ1000冊読んだら SF って何かそろそろわかるんじゃないかとうう僕も先輩から言われたんですよで、僕はある程度読書したから、いや僕、SF 分かってますよって言った、ではお前、何々読んでるかって、翻訳されてない小説とか言われちゃうんですね。 で、いや、読んでないですってお前にまだ分かってないよと言われると僕、それが悔しくてです、ね、高校2年か3年ぐらいの時からペーパーバックの翻訳を自分で始めたんです、ね、辞書を片手にそんなことをやらなきゃいけないぐらい当時、SF2 はハードルが高くてですね、特訓みたいなことをしなければなかなか分からないものだったんですところがガンダムとかスター・ウォーズで入ってきた人たちというのは一瞬で分かるんですね。あ 惑星タトゥーイに沈む二重太陽の夕焼けかっこいいと思ったら SF は分かったことになるんですよでその理解は確かに正しいんですよ一瞬で分かる SF もあるんですで一瞬で掴んだ概念っていうのがそれまで1000冊ぐらい本を読んでてこれだと思ったものと全く等しい場合もあるんですねそうややって分かりやすい SF が のおかげで入ってきた人は、やっぱり次は分かりやすいものを求めるんですね、で、分かりやすい SF が求められた結果、分かりにくいものは避けられる、えー、本なんか読まなくても別にいいじゃないですかとか、えー、昔の日本の作品とか読まなくてもいいじゃないですかとか、えー、なんか SF 好きだからって言って、なんか小マ作業とか読まなくてもいいでしょうとか、そうやってですね、楽とか楽ちんなものから普及していたわけですね。 つまり SF というのはある程度僕がやっていた千冊読んでも駄目だとかですねじゃあ自分でまず翻訳しろという,ようなところですねかなり弓道的道を求めるって書きますねと道的何か道を極めてそれ一人前になるためにものすごく修行しなければいけない修行とか精進するのが当たり前なものからですねどんどん楽でわかりやすいものになっていったでこれと同じものがその萌えという,ふうなものでオタク界が揺らいで揺らいでるのが同じじゃないか。 萌えという,ふうなものはやっり分かるる人には一瞬でで分かかんですね分かった人は次は分かりにくいものを排除する今萌えだからオタクだだから萌えが分からない岡田としてはオタクじゃないという論法がこの世の中にまかり通るようになったつまり何でしょう分かりやすさで SF が滅びたとしたらオタクというものも萌えという分かりやすさが はびこって言って次にその分かりやすい以外のでもオタクと言うんだったらじゃあミリタリーのことも分かってんのかとかじゃあなんか鉄道のことも分かってんのかっていう勉強しなきゃいけない精進しなきゃいけないことをどんどん排除していや俺は今俺が好きなものがいいと思ってるんですよっていう風になっていったこれがその SF 界が滅びていった感じと今のオタク界がすごい似てるところなんですねただこの僕が滅びるとかですね死ぬとか言ってるのはあの 前半で言ったようにあくまで僕が持っている強いオタクの定義です忘れないでくださいこれ僕の定義のオタクの話なんですね僕が定義したオタクというのは、えー、子供っぽい趣味を選びそれに関して、えー、精神力と知性でもって 世間の目を耐え抜いている存在だというふうに僕に定義したわけですねつまりみんなが好きなものっていうのは人から与えられたものでみんなから仲間外れにならないために選んだようなものだけど僕らは違うと自分が好きだから選んでいまだに差別があっても選び続けているんだという強烈な自意識とか自負心があるのがオタクだと思ってたんですけどもそういうふうなものでは今どんどんなくなっていっていると。ですねさっき えー、強いオタクと言ったんんでですすけどです、ね、実は僕は僕、えー、貴族主義なんですね。オタキングって名乗ったのはもう本当に伊達屋遂行ではなくてですねあ、俺って貴族趣味だよなと思ったからこうしょうがないからこうオタキングってことにしようかと思ったんですけどもオタクとは貴族であると思ってるんですよで貴族であるから一般庶民と違って当然わかんないだよ庶民にはとだって違うんだもん だからいいとか悪いとか劣っているとか優れているの問題じゃないよ違うんだからっていうのがオタク貴族主義の考え方ですねだから世間の人も分かるはずもないとただ世間の人の中からオタクの血が発生、覚醒することがあると貴族の血みたいにそうなったらなんかオタクになるよと考えてるオタクにはですね僕の考える貴族主義的オタクにはノーブレス・オブリジェっていうのがありますノーブレス・オブリジェっていうのは高貴なる義務と訳される。 ものであの貴族特有の義務とかですね偉い者にはえ辛いことが立ち,向あの立ち回るみたいなものですねこれはですね能力によって偉いところに行った人にはあの当てはまらないです自分の実力で会社を立てて社長になった人とかですね自分の実力でエリート主義的にガーッとやって取締役になった人にはこのノーブレス・オブリジェっていうのはあまりないそうじゃなくて生まれつき偉い人はこういう義務を背負いなさいという貴族的な考え方なんですね で僕はオタクっていうのは生まれつきとは言わないけれどもかなり子どものうちの早い段階で刷り込まれてオタクの方向性が決定してしまうものだからオタクは貴族だという,ふうに考えましたなので僕はオタクにはノーブレス・オブリジェ高貴なる責務義務があると思っていますなので我慢しなきゃいけない頑張らなきゃいけない、えー、読まなきゃいけない見なきゃいけない多少つまんないなと思っている作品も我慢して見なきゃいけない。 1> 第1話ぐらいチェックしなきゃいけない萌えが分かんないと言いつつも分からなきゃいけない、えー、フィギュアぐらい買っとかなきゃいけない、えー、漫画ぐらい読んどかなきゃいけないこのようにですね、僕自身は自分が好きかどうかということによりも自分がやるべきかどうかでかなり行動しているところがありますね、オタクとして。そそうういうこととがオタクだと思っててますそれは、かつて僕たちの大先輩 1964年に中学3年生だった人たちが SF のために SF の普及のために何が自分にできるだろうかというふうに考えてきた人たちの僕は直系の子孫だと思っているのでなんとなくそのオタクをやるアニメを好きだとかゲームを好きだというのは自分の趣味ではなくてですね人格形成とか人間修行の場だと思っているだから人から批判されたり後ろ指刺さ,されたりするのも当たり前だよというふうに思っている。それが なんかこうオタクという貴族の生き方を選んだ義務であるとか責務であるというふうに考えてるんですねこれね多分このオタク貴族主義っていうのは大なり小なりオタク第一世代の人はある程度あると思ってると思います僕みたいにこんな極端な形ではっきりと口にはしなくてもオタク第一世代の人たちと皆さん喋ったら思うんですけどなんであの人たちはそれ何でも知らなきゃいけないと思ってるんだろうとか なんでそんな分かんなくてもいいことも分かろうとしたり分かると言ってみたりするのかっていうとこの義務感ですねそういうものが自分たちにあるからですそれに対してですね第二世代今30代のオタク特にそのオタク評論家の人たちのスタンスっていうのは貴族主義じゃないんですねエリート主義なんですこれはですね俺は偉いから賢いから知的だからこの作品が理解できるっていうのが基本スタンスですね俺は偉くてみんなと違って当然だから アニメが好きでも何でもそれに関してみんなに普及しなきゃいけないとなんでかというと俺は生まれながらに偉いんだからねって生まれながらにというのがあるから、えー、というのとそのエリート主義というのは俺は頑張って勉強して賢くなったからこの作品が理解できるもしくはお前たちがこの作品を理解できないのはお前たちが賢くないからだダメだからだと。だからエヴァを語る時でも エヴァが分からないのはお前らがだめだからだとかですね俺はこれぐらいエヴァを分かったどうだ、すごいだろうというスタンスが評論家の30代の評論家の人たちにはどうしてもつきまとうそれはなぜかというと人間性の問題じゃないんですそうじゃなくてエリート主義だからです。 僕が貴族主義特有の鼻持ちならなさとかですね、喋ってて嫌味さを持ち合わせるのと同じく彼らもどうしてもエリート臭さとか,です、ね、なんかこう実力主義と言ったら聞こえはいいんですけども所詮なんか言い勝ったもの勝ちかよみたいなものを持っているのはそれのせいなんですね。どうしてもなんかその一般の人もわかるはずとエリートは思っちゃうんですね。僕たち貴族 世代ののオオタク貴族オタクク貴族が一般の人には分かんないよだって俺たちオタクだから分かるんだって一般はオタクじゃないからねっていうです,、ね、すごい冷たい意識を持っているのとは逆に彼らもっと熱いんですお前たちでも分かるはずだオタク作品お前らでも分かるはずだとうう考えちゃうなので,です、ね、アカデミズムということが大好きになっちゃうんですね第2世代のオタク評論家というのはオタクはすごいんだとううつい言いたがる僕はオタクは違うんだとは言うんですけども あと俺はすごいんだとは言いますよ僕俺はすごいんだとは言うしオタクは違うと言います,言いますけどもオタクがすごいとはこれを混ぜた合成では絶対言わないんですねなんでかというと貴族だから、えー、貴族は貴族がすごいんだと言う必要ないんですよそんなこと言わなくても偉いのは分かりきったことですからオタクはすごいんだというふうに第2世代のオタク評論家は言いたがるそれを、ね、貴族である私たちから見るとどうもそのエリートさんたちは下品に見えるんですね なんかそんなに一般社会で受け入れられなくてもいいんじゃないかとかですね東大って言ってもなんかアニメも見なくて勉強してたりするばっかりのバカだろうとか思っちゃうんです東大で何とかって言ってもなんか俺みたいになんかちょっとなんか非常勤講師やっただけでとはい東大であの授業やりました本出しますっていう程度に利用してたらいいのにお前らマジでなんかあれやろうとしてるのうわ頭悪センス悪下品って思っちゃうんですでこれは多分逆に彼らエリートから貴族を見ると実力もないのにのさばりやがってと。 お前この漫画見てねえだろう岡田年男このエロ漫画にあるなんかこ,うこういう最新の作品知らねえだろうお前はエヴァをちゃんと見れてないだろうなんかお前は萌えが分かんねえだろうっていうふうになっちゃう。 つまり僕から見たら第一世代から見たら第二世代のその一生懸命さというかですね一般社会の中で地位を得ようというあがきがみっともなく見えて第二世代から見たら第一世代のなんかこう先に生まれたというだけでなんか美味しいとこ全部かさりやがってのさばりやがって頭悪いくせにとかですねそういうふうな対立が出てくるこういうですね第一世代と第二世代のお宅の実は世代間の論争があるとすれば。 一番中心は何かというと、僕はこの貴族主義とエリート主義の対立だと思います。それは、大世代の人たちが、もともとオタク趣味っていうのを自分ではっきり選んで。 でそれに関して人から言われてもあんまり気にせずにやってきたなんだかんだ言ってものほほんとしたお坊ちゃん、お嬢ちゃんみたいな人たちが中心だったのに対して第二世代っていうのは、えー、宮崎、えー、事件ですか、連続幼女殺人事件からオウム騒動に至るまで常にオタク的な趣味自分の趣味が迫害され批判された中でなんとかして守らなきゃいけないという切迫感を持ってきたそういう切迫感を貴族は持ってなくてエリートの人たちは持ってるからだからそう、そ ななんかこうお互いいに理解でできないわけですね今やなんか第三世代が出てきてですね、えー、まあぶっちゃけたところですね貴族もエリートも用がないわけですよ、えー、僕たちは用がないんですね貴族みたいにですねこの理解されなくてもいいじゃんって言われてもですねやっぱつらいんですよ。 いやオタク趣味なんだから人から理解されなくても当たり前だよとか女女になないいいそれは女が悪んんだよと言えないんですね僕が女が悪いっていう場合は大半の女の子がバカだから、まあ、大半の男がバカなんて同じようにオタクは差別してるけども頭のいい子はちゃんといてオタク分かってくれるからそいつらと付き合えばいいじゃんっていうふうにそのものすごく。に 威張って構えられないんですね本当にね、俺、こんなね、威張った言い方して、すいません、本当に僕、威張ったやつなんですよ、もう、腹の底から威張ってるから、オタキングって名乗ってるぐらいなんですけど、現実生活でなんか、いる限り、やっぱり自分が漫画好きだとか、いい年ってアニメ好きだっていうふに、高校とか大学でばれたらいじ、周りからいじられたり、なんか笑われたり、ええー、って思われたりすると、それは第一世代の人らみたいに、気にしなければいいじゃん、分かってもらえなくて当たり前だよとは、絶対言えない。 でまた同時にです、ね、エリート様の世代のようにおたくな作品はすごいんだからそれを誇れって言われても困るわけですねやっぱり周りから、えー、なんかエヴァとか君はエヴァとか好きな人なんだっていうふうに言われちゃうなんかその第2世代みたいにそういうふうに言われるのはお前の理論不足が足りないからだと,かという,ふうに言われてもなんかこう困ってしまうつまりエリートもなんか貴族もともにもう このオタク第三世代から見たらは洋なしなんですねもうエリートの人たちからこ,このお前すごい作品を見ろこれだったらお前もわかるだろうって言われても見たくないもうわかる作品だけ見たいっていうふうに考えちゃうんですねなんでかというとオタクっていうのはその萌えの世代ですね第三世代の人たちにとっては自分の中の弱さを認めてその現実を忘れて逃避する場所でもあるからですね もちろん第一世代や第二世代にとってもそういう部分はあるんですけども第三世代の人にとってみればさらにそれが強いなんでかというと彼らにとってはアイデンティティの問題だからですねつまり自分がオタクであるっていうのは第一世代のように趣味の問題でもなければ第二世代のように社会性の問題でもなくて第三世代は私の問題なんです、ね、社会の中でどう生きるかでもなくいや俺の趣味だからっていう問題でもなくそうじゃなくて こんな生き方を選んじゃった私ってこれでいいんだろうかいいとみんな言ってよっていうもっと切実なアイデンティティの問題なんですねだからアイデンティティの問題だからこそこれがオタクだという中心概念は存在しないんですさっきもちょっと言いました通り女性オタク女子オタクがこれが不女子だという中心概念がどうしても作れずにその差を探しちゃうのは彼女らにとってオタクであるということはアイデンティティ問題であるのと同じように。 第三世代、つまり今多分この場にいる僕たちより下の世代のお宅にとってはお宅であるということはアイデンティティの問題なんですねなので中心概念というものを認められないそんなものを認めちゃったらね自分が阻害されるんですねだって何でかというと私は何かを説明する言葉がお宅の定義のはずなのにお宅とはこうだという中心概念があったら自分と違う部分があったらさらにまた自分が阻害されちゃうじゃないですかだかから、なんかこう、 一人一人のお宅の問題は違ってきちゃってそれが燃えポイントが違うとかですね燃える部分が違うでもみんな燃えっていう言葉だけは一緒だからなんとなく一緒な感じがしててちょっと安心できるそういう,なんかこうバランスがちょっと悪い状態になってきてるんですねなので SF ファンにかつてあって私たちお宅にもかつてはあった相互理解という幻想ですか同じお宅だからなんとなくわかるよなと。 俺は漫画であいつはモデルガンだけどもなんかわかるよだって漫画の中にモデルガン出てくるしみたいな理解本当にしてるかどうかはともかく同じオタクなんだから理解できるはずだできるよなっていうようなものがまるっきりなくなっちゃってるでそうじゃなくて自分の好きな作品以外にはどんどん見向きもしなくなってるんですねそういうわけでこの共通文化共通概念っていうのは完全になくなっちゃったわけですで変なな言い方になるんですけども ネイティブアメリカンっていうのがありますよねあの、まあ、言いにくいからインディアンと言いますインド人という意味ではありませんアメリカの現状民族でなんか弓矢行ってたりするような人たちですはいインディアンというのはもういないですもちろんあのインディアンという人たちはまだいますけどもインディアン文化っていうものをもう維持できなくなってますねえー、コカ・コーラ飲んでですね T シャツ着てるやつやっぱインディアンじゃないですよ無理 <laughs> アイヌの子孫は今いるけどアイヌはもういないです え縄文人の子孫はいるけども私たちは縄文人じゃないです日本人は侍の子孫かもしれませんけども私たちは侍じゃないです文化というもの民族というもの、えー、文化的に定義された民族ですねそういうようなものを維持するには、えー、それなりのんだろうな周りとの境界線とかですね特有の文化が必要なんですね つまりインディアンが成立するためには白人と交流があってもいいけども白人文化の中ではもうインディアンというのは生きていけないインディアンという種族は生きていけるんですけどもインディアンという民族ですか文化民族は死に絶えてで、ご先祖様がやってたこんな,なんかこうアクセサリー作ってたじゃあドライブインで売るべっていう人たちが今生き残ってるなんかこう、俺はあの大阪出身なんで韓国の,あの在日朝鮮人の人たちですね がどんなに一生懸命に自分たちの息子や娘を朝鮮学校に行かせているかある程度知っているんです彼らは民族文化というものがものすごい注意して維持して共通の目標を持っていなければものとんでもない勢いでバタッとなくなっちゃうのを知っているからですねすごい注意して休みの日にはこれをするとかですねこういう言い伝えを言うとかですね 嫌がらずに結婚式には全部出席させる葬式には全部行く高校はこういうふうに行くで部屋にはこんな写真を飾るで周りから差別されようがこんな制服を着て中学校や高校に行くこれを守らないと朝鮮民族というものは日本ではなくなってしまう。 日本の中で生きている在日2世、3世だから朝鮮人は韓国人だとは言えないそうじゃなくて文化的なアイデンティティっていうものをバリアを作って守って全員が維持しているからやっと朝鮮民族っていうものが日本の国内で生きていけることを彼ら知ってるんですね。その意味でですね共通文化というのを失っちゃったもしくは相互理解という幻想を失っちゃった私たちオタクっていうのはもういないんです。死んんじゃったったていいいうのは言い過ぎかもわないんですけども いいないんですね他の人たちとの文化と簡単に混ざり合い「燃え」って言って入ってきた人たちと簡単に混ざり合い彼らとある程度言葉も共有できる、えー、僕が話していることが皆さんにある程度以上分かっちゃう皆さんは第二世代かもしれないし第三世代かも分かんないんですけども僕が言うことがある程度分かってしまい同時に「燃え」って言ってる人たちの気持ちもある程度分かってしまうこのようなバリアのない状態でおまけに。 共通理解しなくちゃいけないという切迫感もなければあでも俺オタクなんだからこれやんなきゃという焦燥感自身も多分この10年ぐらいですごいなくなってきてると思いますこの状態ではオタク文化の維持は不可能というよりはそれが終わっちゃったからこういうイベントをやってるわけですねだから僕がオタクは死んだっていうふうに言ってるんです文化っていうのはそれなりのプライドとか誇りとかさっき言った韓国朝鮮人もそうですし あのインディアンもそうなんですけどもプライドとか誇りとか強持ですかあと義務感みたいなものがないと絶対維持できないんですねだから、貴族主義でもいいんですよオタクは貴族なんだから理解されなくても平気っていうプライドがあるんでもいいしまた、僕はさっきちょっと悪口言い過ぎたんですけどオタクはエリートなんだからわからないお前からが悪いよっていうような誇りとか自信っていう,ふうなものでもよかったんですよ。よでももそういういのが空回りして 今のオタクたちに第一世代の貴族主義や第二世代のエリート主義もいらなくなってしまった現状をオタク文化というものから完全に誇りやプライダー自信というものがなくなった何でしょうね今から第3部に入ります第3部っていうのはですね復活祭ですね <laughs> あの大体僕皆さんの顔を暗いながら見てたら分かるんですけどもかなり僕の言ってること説得力あるでしょでオタク死んだっていうのは多分今日ここに来るまでに思ってたよりもっと切実に確かにそれは死んだわっていう感じしてると思いますでこんなんで家帰るのは嫌だと思うんですよ で俺もそんなことが言いたいわけじゃないんですオタクは死んだのは何でかっていうとなんか萌えとかそんな奴らがいっぱい来て俺たちの共通文化がなんか壊れちゃったからだあいつらが悪いんだ昔は良かったなんて話をしてもしょうがないわけですねその中で僕らがいかに楽しく生きていくのかもしオタクという共通文化がなくなっちゃって僕らはオタクでなくなったとしたんだったら多分今日この場かもしくは今年いっぱいぐらいが僕らと言える最後の機会なんですねこれ以降は ここに集まるのはただ単に僕の講演を聞きに来た岡田敏夫のファンでしかないわけですでも今日まではオタクという同じ問題を同じ問題意識を持って集まってきた共通のオタクたちが今ここにいるわけですねなのでちょっとそれでなんか最後に別れちゃうのは僕嫌だから復活祭というのを考えましたえー、っとオタクねオタク文化死んじゃったっていうのはね別に悪いことじゃないんですね 犯人がいるわけで何だろう悲しいけれどなんか憎いっていうのはあんまりないですよねだって何よりも僕たちは仲間が欲しかったわけだしうーんいっぱいなんか入ってきてくれた萌えとか言ってくれるのも嫌じゃなかったし電車男とかなんだろうそういう風なものがブームになっていくのも恥ずかしいしなんか見られたくないような気がしたけども決してなんか辛いことばっかりじゃなかった死んだのは何かっていうと何だろうな 貴族主主義義とかエリート主義なんですね第一世代とか第二世代僕が持ってるオタクの概念や皆さんの中で覚えてるオタクの概念が死んだだけなんですねそういうなんかオタク統一民族っていう幻想が死んじゃったオタクっていうなんかみんな一緒なんだっていう思いが死んじゃっただけなんですだから何かもうなんか僕らオタクじゃないんですねそんなな民族はもういないですただ単に 声優が好きな私とかアニメが好きな僕とかロフトプラスワンが好きな誰かとかそういうのがいっぱいここに集まっているだけなんですね当たり前ですけどですねなんかこううーんもうあのオタキングというのもいないわけですよオタクがないわけだからそういう王様みたいなものもいないしようやっと必要がない世界になれたんです。 なんか、ね、ごめんなさい寂しいけど嬉しいんですよだからもうね皆さんの気持ちを代弁してくれる評論家とか学者はいないんですよオタクがいた時代はオタクみんなのことをちょっとでも考えて皆さんが本当は言わなきゃいけなかったこと周りに言,わな言おうとしてたことを代わりに言ってくれたり言葉を探してくれた 学者や評論家やオタキングがいたんですけどももう皆さんそういうものが必要なくなったんですねやっとオタクが死んだおかげでうんだから皆さんの、ね、好きっていう気持ちですねアニメや漫画ゲームボーイズラブミリタリー何でもいいですそういうのが好きという気持ちは皆さん自身が守って育てるしかない です何だろうだってそ,のそういう気持ちを支えてくれたりんだろうな正当化してくれる偉い人っていうのはもういないから王様やエリートはもういないんですよ貴族もいないで今夜ここに集まったのはオタクという仲間なんですけども何だろうこっから見れ帰る皆さんはもう仲間じゃないんですね一人一人アニメが好きな人とかフィギュアが好きな 私とかそういうい存在なんですねでもですねいやそれがね冷静な結論なんですけどもそれだけだったらやっぱりね微妙に辛いんですよ辛くて生きていけないやっぱりね世間は僕らを変な目で見ますどうやってもいじりますえー、分かってもらえなくても平気というね貴族主義はもう使えないし ななんだろうなこんなものをこんないいものもあるんだ分からないお前らが悪いんだっていうですねあのエリート意識もですねもう使えないんですねで私たちついさっきまでオタクだった個々人に残ってるのはですねやっぱり分かってもらえなくて不安一番最初に言った喋り場に出てきた高校生のようにあ違うあ声優学校生だ <laughs> え彼のように、ま、なんでみんな分かってくれないんだ分かってくれるべきだ その彼の彼主張は愚かなんだけども本当なんですねどうしてもやっぱ私たちは分かってほしいなんだろうみんなと違っていて不安というなんかねこう暗い海みたいなところに投げ出されたような感じに気持ちになっちゃうんですね、うん、なのでですねうんかつてのオタクっていうのはオタクであることが貴族主義もエリート主義も言ってたことはいわゆるその ユダヤ教みたいなもんでお宅に生まれたものは偉いんだからこんな苦難を受けるんだみたいなものだから神様がいずれ幸せなオタクの天国連れてくれるんですよと言ったかどうか分かんないですけどもだからそれからキリスト教へ行くみたいな転換が必要なんですね。オタクであることは楽しいとは誰も言ってくれないしオタクであることは正しいとは誰も言ってくれないんで。個々人がその 人に隠れて精進するそオタク第一世代貴族主義ですね人から見えないところでもなんかこっそり隠れて頑張って全てのものをフォローして,っていう精進するもダメだしなんかこう優越感を持って分かんないやつが悪いんだっていうスタンスも取れないそうじゃなくて僕らに必要なのは自分の好きというふうな気持ち何かを好きアニメを好きだゲーム好きだ声優好きだ何でもいいんですそれをもう分かってもらうしかないんです。結論こここしかないですこれが 嫌で嫌で多分みんな散々逃げたりしたこともあると思うんですけどもこのポイントしかないんですそれが何でいいのか正当化してくれる人もいないしそれが好きなことは正しいって言ってくれる人もいないし何だろうそういう人たちもいなくて個々人がそれぞれ皆さんがこれが好きだと思ったらそれをもう自分の隣の人周りの人に伝えるしかない、えー、そういうですねなんかこう古 古い契約から新しい契約へ切り替わるようなものをその僕はプチクリっていうふうに名付けましたでみんなそれそういう名前気に入らなかったら全然その名前使わなくてもいいんですよ概念ですからただ単にで本も別にあの買ってもらわなくてもいいです一番大事なことは僕がネットに書いた短い文章ですべてありますからで僕らができることは個々人が自分が好きっていうことを 人に伝えることだけなんですねもうオタクだからこれが好きだという言い訳は通用しないんです私はこれが好きだでその好きだという気持ちを自分の中だけで持ってたら永遠に分からない暗い海の中にいるだけなんですねそうじゃなくて私はこれは好きだあなたもこれを好きかもしれませんよこういうふうな喋り方したらこういうふうな紹介の仕方をしたらこういうふうな歌い方をしたらあなたも好きっていうのが分かってくれるかなと思って。 信じてそういう伝えることしかできないと思いますほっといたら誤解されるままだし何よりも自分の好きっていう気持ちを隠したり恥ずかしがったりしなきゃいけない抑えなきゃいけないそれを正当化してくれるなんだろうお宅の王様も オタクのエリートもオタクの評論家ももういないんですから僕も皆さんと同じですなん,なんで今日の話が昨日僕あのネットで「ミクシー」というところで寝れないぐらい怖いかって書いたのかっていうとこういう話をしなきゃいけないからですね一番自分の中で持っている何が好きかって気持ちを 伝えるるのは一一番番怖いいここととででももああってなんか一番楽しいことでもあるだから僕は皆さんに今日話そうと思った理由というのは俺は何かオタクは好きですさっき言った貴族的な意味でも好きですしエリート的な意味でも実はそんな嫌いじゃないですし萌えっていうのもさあの最初に言ったように分かること分かるんで好きなんですよんだろう。 なんでしょうね、アニメやゲームや漫画が好きな人は僕はみんなやっぱりオタクという民族がなく,な,くなっても仲間だと思ってますでそれと同じようにオタクの世界以外にも自分が好きなことがあってなんだろうそれを人に伝えたくても伝えられない人がいっぱいいるんですね何だろうフリスクが好きっていうなんかこの間『アメトーク』でやったんですけどもそういうつまんないことでもいいですしなんか好きだと。 じゃあそれは楽しいんじゃないかっていうふうに人に伝えていくことはすごくいいことだしそれぐらいしか僕らの生き残る術はないなんかね最後グダグダになって申し訳ないんですけどもあの自分の中の好きという気持ちを表現してくださいもうひ回繰り返しますけどもそれは私たちがオタクだからじゃないし私たちがオタクだからそれを好きじゃないんです私たち個々人がそれを好きで 選んだから、うん、それが好きなんであってそれは伝えない限り僕らはずっと不安なんですねなんでかっていうとオタク大陸は沈んでしまったからオタク国があってオタク大陸があった頃はお互い周りを見渡したら話の分かるオタクがいっぱいいてその仲間内で僕らは好きだよねって言ってればいいんですけどもこっから先はその知らない人に紛れてなんだろうねジプシーのようにユダヤ人のように暮らさなきゃいけないわけです。だから 分かってもらおううとしましまょうで多分オタクじゃないんだけども他にもマイナーな趣味を持ってたりする人が分かってもらおうっていうすごい小さい戦いを個人個人でやってるはずなのでそういう人と友達になっていけばいいんじゃないかなと思います。オタクはは死んだけど僕らは残りました で僕らの中の何かが好きだアニメ好きだとかそういうものは残ってますでそれが失わないことが大事なのであってオタクかどうかとかですねなんだろうなオタクだからこうしなきゃいけないとかこうあるべきだっていうのからようやっと僕らは解放されて自由になったで昔の何でしょう15世紀16世紀の人たちが王様や僧侶から 「こう生きろとかこう生きるべきだ」とか「こういうふうにやれ」っていうふうに言われてすっごい辛かっただろうけども多分ある程度楽だったと思うんですねでそうじゃなくて皆さんが勝手に好きな生き方見つけなさいよ勝手に商売とかも始めなさいよでどう生きていくるのも個人の勝手ですよって言われて今日ものすごい大きい自由の時代があった時にすごい不安があったそれと同じ不安に僕らは今面してるわけですけどもあの怖いのはみんな一緒ですから。 それを乗り越えて自分が好きだというのを人に伝えてちょっとでも同じ好きだという人を作って他の好きだという人を励ましたりしようということで話を終わります。ありがとうございました。